よいしょー、どうも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 どう
願いいたします。いやー、ドグチューブすごいですよ。年明けましてなんと動画のみ3本目ですよ。すごくないですか。生放送のね、男ドグマ風見がなんとはじめ社長に感化されたんですね。ちゃんと動画もやっていきたいと。でかい、そう、一番でかいところに感化されました。なんと、おとといかな、1月4日に上げました動画でございますけども、ファミコン福袋ということで、今日ですね、福袋とはまた違った、趣向を凝らした企画でございます。こちら、ゲームボーイ福袋でーす。見てください、この YouTuber らしい構成、いいでしょう。このちゃんとファミコンと違うと振っておいてからのゲームボーイですよ。みんなコメントで、どうもさん、という、見てください。このストップモーションできるのは、このドグ生だけですよ。見てください。ちょっと動いてますからね。これでいくのはドグ生だけですからね、これは。もうすごいですよ。これほんとすごいな、これ。これすごい顔してますからね。だんだん近づいてきますからね、皆さんこれ。これ恐ろしいですよ。これは人気出ない。さあ、ということで皆さんね、やっていきたいんですけども、皆さんいかがお考えですか。今日はですね、なんとあのゲームボーイにドグマ風見がチャレンジしますからね。ぜひともあなたの脳裏に焼き付けて最後まで見てくださいね。よろしくお願いいたします。自分でやってすごくない、この生放送での編集をするっていうの、すごくない？器用だね。こんなんできるのうちだけですからね。編集するのめんどくさいんで。さあ、それでは早速やっていきたいと思います。これ5000円相当の品が1500円でございますからね。ゲームボーイやっていきましょう。さて、いきましょうか。ファミコンでも結構おもろいの入ってましたからね。あのゲームボーイでもなんかできればいいかなと思っております。結構、これはちょっとね、この袋がにまとめられてる感じなので、ちょっと開けていきましょうか。はい、すいません、キュッとこうね、たくさんありますね。たくさんありますね。1個出ていきましょうか。はい、こちら、何、サルパンチャー。何やこのソフト、知らんな俺。台頭の多分あれでしょうね、こう、おそらくお猿さんにパンチするゲームと思いきや、ま、多分お猿さんのパンツを脱がせるゲームだろうね。パンチ。ちょっとさ、あのカメラマンも今年はもうさ、笑うところを考えようよ。今のがオチなんだから。凝ってるねとかじゃなくて、今のところでわーっと笑って切って次行くんでしょ。ごめんなさい。あ、違うのかな。次行こう。次、次はできるかどうか見るか。はい、来た、名探偵コナンでございますよ。この地上遊園地、地下遊園地殺人事件ということで、これは地下遊園地ってことはあれでしょうね、おそらくはあの帝愛がやったんでしょうね。あ、そう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 、カイジの帝愛の遊園地だったよ。いいよ、ほら、皆さん、不思議と笑い声が入ると面白く感じるでしょ。こういうことなんですよ。ほとんどの YouTuber、こうやってやってるんですよ。あ、はい、ありがとうございます。続いてこちら。出た、スーパーマリオランド、来ました。てってれってん、つってね。このスーパーマリオランドすごいですよ。スーパーマリオシリーズ唯一のフロアを取るとですね、ファイアーボールではなくスーパーボールを投げるんですよ。こう跳ね返るやつですよね。はい、面白いですね、スーパーボールを投げる。大変だ。昔あの駄菓子屋でスーパーボールを買ってね、でそのまんま購入したやつを外からこう駄菓子屋に投げて、駄菓子屋でこう跳ね返りまくって駄菓子屋の人に怒られるってことありましたけどね。最終的に駄菓子屋のおじいちゃんのハゲた頭にゴーンと当たるっていうのありましたけどね。そのまま大丈夫やったかな、おじいちゃん。懐かしい、そんなことありましたけどね。続いていきましょう、こちら。あ、すごい、サンリオカーニバル。おー、こんなんもあんねやな。かわいい。大体遊ぶ女子がみんなマイメロが好きなんだよね。
マイメロのなあ、あの福袋買うてくれ買うてくれっていつも言われるんだよ。すぐ売り切れるらしいから、1日に行ったらすぐ売り切れてたわ。そして、まあもうこう、あ、次、すごいよ、これサンリオカーニバルでしょ、はい、続いてこちらサンリオタイムレッド。これでもさ、スーパーポテトの人さ、こうやって入ってたのね、絶対サンリオつながりで入れたよね、これね。分かってるね。これ間違いなくサンリオつながりで、まあとりあえずつながってるからええやろみたいな感じで入れたよな。何やってんのこれ。すごいな、これ。どんなゲームなのね。やってみたい。サンリオつながりやな。そういうの考えんだよな。っていうことは、次もつながりがきっとあるんやろな。うんうん、サンリオやから。じゃあ行きましょう、こちら。レーシング魂。ここは関係ないのか。だから、このレーシング魂と次のが関わってんだよ。ね、じゃあ、はい、レーシング魂からのドン、テトリス。全然つながりねえやんか、本当に。まあある意味早く落ちるって意味ではあるのかな。スピードが速いみたいな。え、じゃあこことつながりがあるのが次こちら。あ、つながり全然ない。風雷の試練。おお。めちゃくちゃいいじゃんこれ。すごい。ね。僕やったスペシャルですけどもね、この風雷の試練のね、スーパーファミコン版やったんですけどもね、当時スタッフとして彼女を呼んだらね、彼女と大喧嘩をして、エンディングで彼女がすごい怒り出して微妙な空気で放送が終わるってことありましたけどね。まあいろいろありましたね。次行きましょう、こちら。おー、きた、ドラゴンボール Z 極激烈伝ということで、はい、僕はフリーザ役のですね、中尾流星さんのモノマネ、フリーザの必殺技のモノマネでいきます。ツラッ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 。似てるでしょ。ツラッツラッ。スーパーファミコン版のフリーザの必殺技のモノマネ。ツラッツラッ。スーパーブドウデンの、ね、モノマネでございます。喉痛い。そして最後いきましょう、こちら、ドン、こちらドン、カービィの、ブロックボールということで、こちらで以上なんですけども、これおまけついてます、こちら、南雲拓也、拓也くん元気。今 YouTube 世界デビューしたよ、南雲拓也くん、ありがとう。何歳かな。何歳でしょうね。この南雲拓也にこのソフトを返しに行くっていう企画やりたいですけどもね。まあでもあかんな、全く手がかりがないからな。さあということで、今回いろんなね、ゲームございましたけども、まあ、一回こういうねゲーム類も、やってみたいなと思いますので、いろいろこうやってございましたけどもね、一番やっぱ気になったのはやっぱ南雲拓也かな。南雲拓也くん、ぜひとも今年もドグナもよろしくね。コメントでも南雲拓也コメントいっぱいしてください。よろしくお願いします。最後は南雲拓也のアップで終わりましょう。ガッとアップしてください。ガッガッと。それでは南雲拓也くん、良い2017年をさよなら。バイバイ。南雲、南雲、南雲。